生のマック。どうぞよろしく。僕たちが活躍するこの漫画集は今年の春に出版されました。中には僕クマのマックと猫のお話という4コマ漫画が231編収められています。ユーモアあり、ペーソスあり、そして僕の大活躍も絶対に見逃さないでね。そろそろ僕たちの生みの親であるクマのマックと猫のお話の作者をご紹介しましょう。おっと、でもどうやら今はお仕事中、騒ぐと怒られちゃいますから、静かにこっそりお仕事の様子を覗いてみましょう。ちょうど今僕とガールフレンドのうさみちゃんの絵が描かれています。どうかかっこよく描いてくれますように。作者の緑川康之さんは生まれて間もなく進行性の筋ジストロフィーと診断され、8歳の頃から歩くこともできなくなりました。そんな中で康之さんは好きな漫画を描き始めたのです。ずっと同じ姿勢でいると体のあちこちが痛くなってしまうので、康之さんは30分に1回ぐらいお母さんにこうしておんぶしてもらわなければなりません。康之さんにとって漫画を描く作業はお母さんとのまさに共同作業なんですね。お母さんが一番最初の読者になるんですね。そうですね、まずアイデアの時に聞いてくるんでまあ面白いとか面白くないとか一応意見を言って。今描いたのどうですか？これまかな、もっと面白いのもあると思うんだけど、自分最高だと思ってるんだけど。これマックだから、まあ、面白い。面白いけど、もっと面白いのもあるからね。ではでは、今ペン入れをした作品をちょっと見てみましょう。僕とうさみちゃんの給食の時間です。さあさあ、やっぱり好き嫌いはいけません。そりゃずるいじゃない？ペン入れの終わった作品には続いてスクリーントーンを貼り付けます。ハンディを背負っているにもかかわらず、康之さんは見事な手さばきで作業を進めていきます。アマチュア作家である康之さんが立派な漫画集を出版するまでには実に多くの人たちの協力がありました。漫画家の佐藤三平さんもその一人です。朝日新聞のね、社会部の記者さんがですね、そのこういう方がいらっしゃるというので、その何でもその三平さんの漫画毎日見てるからっていうわけで、会ってくれたら嬉しいけどって言って、まあ言ったんですけど、結構面白かったですね。もちろんプロたちがやるような方法ではないですけれども、アマチュアっぽいですけれども、ふふっと笑うようなものもありましたし、で意外とこの何というか、じっとしていてよくこれだけ見てるなと思うぐらい、そのいろんなことに細かい観察がですねあるんですね。だからやはり大したものだと思いました。そうですね、やっぱり今の持ってるこう繊細な感覚というか、若さで持ってる感覚をやっぱりどんどん伸ばしていってほしいと思いますね。よく年取ってくると妥協したりとかですね、あるいは変にそのなんていうか商業主義的になったりしますけども、今のナイブさを
ずっと持ち続けて、むしろ磨いていってほしいなという感じがしますけれどね。そうすると彼の世界というか独特の今持ってる世界がもっとこう広がっていくんじゃないかなと思いますけどね。漫画というのはやっぱり結構読書が必要でしたね。あのズバリとやるようなところが必要なんですが、そういう面も持ってますね。あの意地悪な面とか、いたずらとか、それが僕らのようなやり方じゃないわけで、どことなくほのぼとしていて気持ちがいいんじゃないかなと思います。つい先頃の6月25日から7月6日まで、自由が丘のギャラリーメンタマでは、熊野マックの出版を記念して緑川康之さんの原画展が開かれました。ちょっと小さいけどとっても素敵なギャラリーには、熊野マックや猫のお話の原画をはじめ、康之さんが毎月発行している緑川新聞も展示されました。緑川君は緑川新聞っていう新聞をずっと作ってるんですけれども、その新聞をあの作っても皆さん本当に僕が作ってくれたっていうふうに信じてくれないっておっしゃってたんですね。でぜひその緑川新聞っていうのが僕が作っているっていうのが分かるような形で、あの今回の展覧会をやってほしいっていうようなあのお願いをされました。あの漫画自体本当に面白いんで、あのよく読むと非常に面白い漫画なんで、皆さんにぜひ読んでいただきたいと思います。緑川新聞は康之さんが小学校2年生の時からもう10年以上も発行し続けているお手製の新聞です。クラスメートや同じ障害のある仲間たちに読まれ始めた新聞は、だんだんと不安の輪を広げていき、それにつれて記事の内容もぐぐんと濃くなりました。はじめは手で書いていた紙面も、今ではご覧の通りパソコンを自由自在に駆使して作っています。紙面も1面から4面へと増え、およそ150部を毎月発行しています。ところでお母さん、お母さんから見た康之さんはどんなお子さんなんでしょう？そうですね、結構負けず嫌いで几帳面で、そうだから漫画でもね、線がちょっと曲がったりするとダメなんですよね。だ修正期で直してそれぐらいいいんじゃないかと思っても、だからすごく細かいこともよく気づくしね。だから病気でなかったらすごくいい性格で、あのこうね得するんですけど、結局いろいろ分かんなくていいことまで分かると、こっちがほらやりづらいとか、まあ、ごまかしが効かないっていうかね、きっちりとやらないと手抜きはできないんですよ。結構なんていうのかな、友達みたいな関係っていうのかしら、一言で言えばもう喧嘩したりくっついたり、友達という意味はそうですよね。だから親子っていうような感じじゃないんですよね。だからなんか私はこう幼稚っぽいとこが大人じゃないんでね、結局この子のがこう大人びってるような面もあるんで、ちょっと軽蔑されてるとこもあるし、あんまバカみたいとか言われて、まあいつもなんか失敗したら結構漫画のねアイデアに使われてきたんじゃないかみたいなところもあるんで、ドジとかが多いんでね、ネタにされてるわけですね。そうです、結構もう本当に親だ、普通の親やんないようなことをやるとか言われて、やばい。ご近所の三河さんは子供の頃から康之さんの紙を買っている床屋さん。今でも月に一度緑川さんの家まで出張して康之さんの紙を買っています。私の感じではね、ああやって長いこと寝てられるのにね、この社会のことやなんか漫画に書いたり、それからいろいろ細かいことを新聞読ませてもらうと、
いや何年頃は何があったとか何とかっていうことをすごく細かく記録してるんですね。例えば、日本で星が一番よく見えるとこはどこだとか何とかって書いてあることどこで勉強されるのかなと思ってね私言うんですけど、もう素晴らしいこと書いてあるんでね、いつも感心して見てるです。あんまお母さんを困らせないようにということかな。それはねもう大変な困らせ方だと思います。少しは感謝しろよってご組織優しくしてやったらどうかって言って優しくしてあげたらどうかというふうに思いますね。では最後に安行さんの秘密のアイデアノートを特別に皆さんにだけご覧に入れましょう。たとえアマチュアといえども安行さんは毎日必ず3本漫画のアイデアをこのノートに書きつけているんですよ。毎日必ず3本はノルマというか、そうですね、自分で課してるというかそれだ旅行行っても何でもね、やっぱりで力が落ちるのが心配してるんで、1日書かないともう書けなくなっちゃう、それがあるんですよね。旅行でもどこでも持っていくんですよ、病院でも。本当に本当にいつも一生懸命な安行さん、これからも優しいお母さんや大勢の読者のために楽しい新聞や面白い漫画をたくさんたくさん書いてくださいね。これマックのお願いです。